横浜ローズフェアで作ったバラ好きの音楽家の庭を紹介するとともに、このお庭で具体的に学べる美しく見えるコツを紹介するよ。ヒントやアイデアも多い実際のお庭を見ながら紹介するからね。みんなお菓子は持ってきちゃダメだよ。バスに置いてきて集まってね。はい、もう集まってます。はい、今日は美しさのコツの話を実例を見ながら紹介するよ。早速入り口から見てみよう。みんなどう見える？奥が綺麗そうだから見てみたいです。そうだよね。あ、その言葉に一つ美しさのコツがもう隠れてるよね。何ですか？一つはね、見え隠れっていうテクニックだね。入り口に立った時にこのお庭全てが見えていないっていうことが期待感につながるんだ。見せたいポイントはあえて明け透けにしないってことだね。道が折れ曲がるとか、木々の幹や枝が触りになるとかね。最初に全部見せないことも期待感の演出なんですね。そうだよ。そしてそんなテクニックも使いながら、今回のこのお庭を計画したのは JAG、 ジャパンガーデンデザイナーズ協会のメンバーだよ。作者を紹介するね。今回メインデザインを担当したのはアントニオデザイン事務所の北川さん。植栽デザインを担当したのはアトリエ7の小林さん。北川さんの思い描いたイメージをコンセプトと照らし合わせて躯体を具現化していったのが構造デザインの今井さんだね。小林さんも今井さんも普段はコンセプトから構造、植栽まで一流というデザイナーで、折り紙付きのガーデンデザイナーが集まっているから強力だね。先生は何したんですか？ボードの下段の僕とガーデンデザイナーチャンネルでみんな知ってる専務さん、吉田さんは今回裏方に回ったよ。でも裏方に回ったからこそ客観的にこのお庭の良さっていうものが見られて、なぜ魅力的なのかって分析しやすかったから、この素敵なバラ好きの音楽家の庭を通して一般家庭の庭作りでも応用できるテクニックを5つ紹介するね。はい先生、そのうちの1つはさっき紹介した見え隠れだと思います。そうだね。お庭に素敵なベンチのコーナーだったり魅力的なポイントができたら、あえて手前に枝を持ってくるとか、低木を仮置きしながらちょうどいい触りとなる位置やボリュームを検討してみてね。入り口周りの植栽は心を引きつける華やかな植栽だね。入り口のバラは花持ちもいいレオナルド・ダ・ヴィンチだね。ちょっと進んでみよう。ここはね、庭の中に入った瞬間にうわーって特別な感じがするようにって北川さんがあえて入り口を1回暗くしてるんだよね。中に入ると明るくなるようにしたいって3年アーチを考えたんだ。これを今井さんがさらに奥行きを感じるように、そしてアーチがね強くなりすぎないようにって太さとか高さも少しずつ変えて作ったんだ。植栽も入り口は少し暗い感じで、奥に目をやるとロシアンオリーブの葉を中心に優しいペールトーンの植物たちっていう対比が美しいんだよね。狙いがちゃんと感じられるね。北川さんが考えたデザインをみんなで噛み砕きながら表現してるね。考えた北川さんもすごいけど、みんなにさらに表現の仕方を掘り下げてもらえて北川さんも嬉しいですね。そうだね、なかなかない機会だよね。デザイナー同士で作るっていうのもまあいろいろ勉強になるね。こっちも見て、外から見た風景、ロシアンオリーブからデルフィニウム、群米までペールトーンでつながっていて、ここに目が行きやすいんだけど、実はここでいい仕事をしているのは足元のヒューケラとかホスタだよ。これがあるから見た目が落ち着くんだよね。これはね結構参考にしてほしい組み合わせ。足元は大事だよ。そして人気があったのが今言ったこのトゲのない群米だね。つるバラなんだけど魅力的な仕立て方だね。このバラは小林さんもおすすめって言ってたよ。はい先生、ピンクの小さいお花は何ですか？これはね、
リクニス・ビスカリア・ファイアバードだね。小さな音符のようにリズミカルな花で、まさに音楽家の庭って感じが出てるな。あ、先生、石積みもあります。うん、これはイギリスのコッツウォルドの石で、今井さんはイギリスでドライストーンウォーリングの資格も取ってるんだよ。そんなにすごい量積んでるわけじゃないよね。なのに少し石積みが見え隠れするだけで、なんて言うんだろう、優しい牧歌的な景色になるんだね。黄色の葉が美しい植物は何ですか？あ、これは岩笠だって。黄金箱でまりっていう名前で出回っているね。色の濃いエリアから来る隣のバラと美しい対比を出しながら、優しい色使いのコーナーへの自然なつながりに大きく貢献してるよね。小林さんはいい意味で計算高いね。はい、計画的です。建物を外から見るとこんな感じ。やっぱりこういう壁は植栽が映えるよね。このジギタリスはスーパージギタリスのベリーカナリーだって。種がつかず長期間咲いて年を越すとね、分岐も見事なジギタリスなんだって。うまく育てやすいみたいで、すごい花のボリュームが長く実現できるみたいだから、これはね、要注目だね。あ、先生、小屋の中が見えます。中結構かっこいいです。そうだね、そこに目が行くよね。これはね、これも大事なコツなんだけど、周りが壁だと額縁に飾られているような景色になって、美しさが切り取られてるね。これを額縁効果っていうね。飾ってあるアンティークの家具も実際に素敵なんだけどね。でも注意しないといけないのは、額縁は自然と目が行きやすくなるから、バラを這わせたくてバラアーチを設置したら、アーチも額縁になりうるから、その額の中には何が見えるのかちゃんとチェックしようね。強調されるだけに額に飾りたくなる景色になってればいいけど、プラスチックのホースリールとかだと絵にならないからね。ああ、先生、やっぱり中素敵です。ここで楽器を練習してると思います。あ、その姿をイメージすると素敵だね。でもこっちはね、出口だよ。ま、この角から見るお庭っていうのもすごく素敵だよね。そしてこのレッスン室っていうのかな、ここもお庭のポイントになってるね。何がポイントになっているかっていうと、まず一つはこの居場所、とても魅力的だと思うんだけど、その理由はここが屋外の快適さも屋内の安心感も感じられる場所だからだと思うんだ。こういうのをよく外中空間って言ったりもするんだよ。ウッドデッキとかも外中空間の一部だと思うけど、ここはね、背中が壁で屋根の形があって、柱もあって、屋内をね、感じ取れる行き地に達してると思うんだよね。だから普通のウッドデッキ以上に魅力が出ていると思うよ。居場所を作るときは外の魅力と中の魅力、いいとこ取りをイメージしてみてね。はい先生。でも屋根がないから本とか濡れちゃいます。そうだね、こういうショーでは人がいなくても庭の主の気配をイメージしてもらうことが大切だから、小物は演出だね。だから晴れた日っていう設定みたいな感じだよね。あ、はい。あ、それとね、この作りのいい点がもう一つあって、このレッスン室があっても庭が小さく感じないでしょう。小屋の中の空間はレッスン室としての空間でありながら、庭の一部としてもちゃんと機能してるよね。空間を壁で遮らないで、どっちの空間にも属しながらぼんやりつないでいくような良さが出てるよね。つまりこのレッスン室は屋内の安心感を感じながら庭の一部のままにもなっているギリギリの作り、ここはね、お庭の魅力につながっている大事なポイントだと思うよ。はい、この柱がさりげなくいい仕事していると思います。お、いいね、そうだね、そういうことだね。柱と軒桁みたいなこのフレーム、意味が大きいと思うよ。あ、先生、川があります。ありません。そう、それは枯山水というか、石で川の流れをイメージさせてるね。見て、この角度だと見えるはずのない水までまるで見えてくるようだね。
僕はここにも空間作りのコツを感じていて、このエリアがね、お庭の間を維持するポイントになっていると思うんだ。もしここが土だったら、ここにも植物を植えたくなるんだけど、そうすると緑の量は増えるっていうことになるんだけど、ちょっとね、鬱蒼と感じてしまうかもしれないよね。これがあることで、この上には植物が来ないから間が保たれて、木々の緩やかな垂れる枝先まで美しく見せてくれていると思うよ。空中に何もない部分っていうのも意外と大事なんですね。そうだね。あとこの壁も面白いね。鉄板を雨ざらしにしたんだって。光が差し込むような小屋周りと比べて、こっちは少し暗く重いエリアになってるよね。この対比もね、面白いね。さっきの位置から見ても、これによって奥行きをぐっと感じるポイントになっているのがわかるでしょう。お庭の素材っていろいろあるんですね。そうだよね。いろんな角度からもう一回この素敵なお庭を見てみよう。わー、きれい。先生、ますますお庭が好きになりました。うん、ここにいると音楽が聞こえてくるような気がします。そうだね。目を閉じてみよう。